皆さんこんばんは。ここは JR 東京駅です。今回はね、在来線で横浜まで向かっていきます。横浜まで行く列車っていうのはね、基本東海道線ですよね、まあ、横須賀線あるわけなんですが、まあ、大体の人っていうのはね、東海道線使うと思います。まあ僕もね、東海道線使います。でも列車が寝台特急サンライズ瀬戸出雲号です。まさかの東京から横浜でね、寝台特急使うわけです。なんで今回横浜まで寝台特急使うかっていうと、ちょっとなんかシャワー浴びたいなということで、サンライズ号で横浜まで行こうと思います。ということで JR 東京駅の丸の内北口改札までやってきました。今回使用していく特急はこちら、休日お出かけパスと東京から横浜までのサンライズ出雲指定席特急券です。こちらでね、早速改札に乗していきましょう。寝台特急サンライズ瀬戸出雲号というのは東海道線下りホーム9、10番線から発車します。なのでね、9、10番線の方へ移動していきましょう。 JR 東京駅の東海道線下りホーム9、10番線にやってきました。サンライズ号が発着する9番線は21時10分発快速電車品川行き停車しています。21時25分頃入線してきます。ちなみにシャワーカード買う列車ね、サンライズ瀬戸だと4号車、出雲だと11号車のところにね、並んでおくとシャワーカード券売機がね、一番近くにあります。なのでね、サンライズ出雲に乗るときは11号車乗車口になることをお勧めします。先ほど外に出てもう一度乗りましょう。のびのびということでサンライズ出雲12号車になっています。今回座る席っていうのはね、3番 C ということで、3番 C はこちらですね、上段になっています。ということでやってきました10号車のラウンジです。こちらにね、ラウンジ、シャワーカード券売機、自動販売機、シャワールームがあります。今回ね、早速シャワーをね、浴びていこうと思います。もうこれでね、人が入っちゃって浴びれなかったら罪ですからね。シャワーの使い方はね、扉を閉めて鍵を閉めます。そしてシャワーカードをね、機械に打ち込みます。これ機械入れてね、鍵開けちゃうとタイマーの残り時間ゼロになるので気をつけましょう。でシャワーをご利用いただきます。うちの下が剣面にもね、黒い点々点がいきます。そうするとタイマーがね、6分になるわけです。使い方は緑のスタートボタンを押して押すとね、お湯が出ます。で止めたい際はストップ、赤いボタンをね、押すと止まります。シャンプーとね、ボディーソープはしっかり準備してあります。本当サンライズのシャンプーガチで匂いなんでね、おすすめです。シャワーを上がる際はね、シャワールーム洗浄ボタンを押しましょう。シャワー室をね、洗浄してくれるわけです。東京駅でね、こんな頭びちゃびちゃの状態で歩くっていうのもちょっとあれですよね。さっさと車内戻りましょう。
伸び伸び座席にもね、簡単な寝具、布団があります。なので、普通にお布団使うことができるんですよね。お風呂上がりにここでゴロゴロしたら気持ちよさそうですね。地味なのが東京駅です。東京駅でね、東京駅のホームでシャワー浴びた感じですね。21時50分。寝台特急サンライズ瀬戸ひずも号が東京駅を発車していきます。ちなみに本日のサンライズはシャワーカード東京駅停車時にね売り切れてました。最近ね平日土休日問わずね満席なんで、あんま週末だから満杯とか平日だから席とかそういうのあんまりないですね。車内検査があるので切符の準備して待ちましょう。ちなみに、ね、東京横浜間だと休日を出かけバス使います。ちなみに姫路大阪間だとね関西ワンデーバス使います。横浜で降りたいと思います。ということで東京から24分でやってきました横浜駅です。
横浜で降りる人はね、我々だけですね。これ当たり前です。向かい側にはね、特急踊り子号で実施をされている E257K が停車していましたね。乗ってきた寝台特急サンライズ瀬戸出雲号を発車していきました。シャワーをね、気持ちよく浴びれたんでね、良かったです。これがね、目的ですからね。ネックスもちょうど発車していきましたね。良い子はね、シャワーを浴びるためだけに寝台特急乗るのはやめましょう。ということで、この動画をここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。